じゃーん、じゃらららん、じゃーん、じゃーん。こんばんは、本トークです。みどりです。だらーん。びっくりしたでしょ、皆さん。なんと、今日はですね、私とミンゴが本トークを乗っ取らせていただきます。イエーイ。今日は特別企画ということで、トミンゴの本トークゲストにこの方を迎えしております。タラーン、カフェトークのみどりです。わー、今日はありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ。なんかいつも聞きながら、本当になんか本お好きですよね、はい、あ、そんなイメージありました。嬉しいです。あります、はい、でいつか本の話をしたいなってずっと思っていて。あ、そうなんですか。光栄です。はい、なので今日は実現して嬉しいです。あ、私もです。ということで今日はみどりさんに、はい、持ってきていただいた一冊がございます。はい、さあそれは何でしょうか。ピコピコピコン。エリゼ宮の食卓、その共演と美食外交、著者は西川めぐみさんです。わー、これちょっとね、うん、古くはないけどちょっと前の本で、うん、確か96年とかそれぐらいの発行なんですよ。結構経ってますね。そうですね、はい、でこれはノンフィクションですか。はい、ノンフィクションですね。うーん、あのこの方、著者の経歴が、毎日新聞社に入社して、その後外信部っていう、まあ、外の海外の、はい、あの、はい、担当する部門に入られて、テヘラン、パリ、ローマっていう風に海外畑をこう歩んでらして、その途中で見聞きした、なんて言うんでしょうね、まあ、政治の裏舞台というか、うんうん、そういったものを、ただその政治のエッセイではなくて、フランスのエリゼ宮っていう、フランスが、はい、あの海外のお客様をおもてなしする、うん、そのエリゼ宮を舞台にどういう食事がこの人に対して振る舞われたか、その食事から何が読み取れるのか、その裏にはこんな政治的な背景があったんじゃないかっていうのを、あの例を挙げて、実際のこう例を挙げて紹介してる本なんですよね。おーっていうと堅苦しいんですけど、あの読むとすごく面白くて、へあのワインの知識がない時にこれ私人から勧められて読んだんですけど、それでもすごく面白かったので。なるほど、ワインを好きな方だったら本当に、はい、あのおすすめです。ワインのことがそんなにたくさん、ワインとあと食事の合わせだったりとか、まあ、一例挙げると最初に出てくるの93年の逸話なんですけど、はい、あのフランスのミッテラン、当時のミッテラン大統領、フランスの、うんうん、がクリントン、あ、ごめんなさい、ブッシュ大統領があの任期を終えて辞めるという時にもてなした内容が書いてあって、うん、この2人はあの政治的な局面だけじゃなくて個人的にもすごくあの親交があって信頼が深かったので、その時のメニューからとってもその、ミッテラン大統領の心遣いが感じられるみたいなのをこうどうしてかっていうのも含めて書いてあるっていう、あ、その背景になったストーリーとか、はい、でその、あのブッシュ大統領と、あの入れ替わりで次のアメリカの大統領になったクリントンさんに対しては意外に冷たいよねみたいな、あのこのメニューを見るとねみたいな、このワインここで持ってくるみたいな、そういうのが書いてあって、ね、なんかそうなんだ、分かる人には分かるんだっていうのが、うやっぱりそのメニューから選び方から分かるんですね、っていう風なことを読み取れる。面白いんですよ。でこの本はエリゼ宮の食卓ってエリゼ宮だけにフォーカスしたもので、はい、で、この後に同じ著者の方が違う本を出してらして、共演外交っていう、今度はもっともう少し柔らかく、いろんな日本だったり、あの他の国のアメリカだったりっていうところを舞台にした、うん、もう少し柔らかいエッセイもあって、うん、それもすごく面白いので、はい、機会があったら読んでいただきたいなと思うんですけども。みどりさんって結構歴史系とかそういう文化お好きですよね。あ、好きですね。どっちかって日本史が好きで、あの民族学みたいな、あのお祭りの起源とかそういうの好きなんですけど。おー、そうなんですね。だからこのフランスはちょっともう全然あの門外漢だったんですけど、あの勧められてみたら、あ、こういうのがあるんだ、うん、こういう世界があるんだ、そういうのがこんな小さな本に入ってる、それを知れてしまうっていうのはやっぱ本の魅力ですよね。魅力ですよね。しかも文庫本って本当にこれで何百円の、そうなんですよ、世界だから、そうなんです、本当に、ね、
素晴らしいです ね。いや今日はなんかちょっと一味違った本トークということで、はいはいはい、お邪魔しました。ありがとうございました。5分ぐらい。いやいいですね。